こんにちは、男前編集部です。今回の動画は株式会社コロンブスから三橋さんにご協力いただき、5分でできる革靴の手入れについて教えていただきました。忙しい紳士の皆さんは必見です。アッパーとソールの間に汚れが溜まりやすい場所になります。一方方向からかき出してあげる形でブラッシングを全体的にかけていきます。力を入れる必要はありませんので、決して擦らないで滑らせていただくような動作が大切かと思います。5分で仕上げるご提案をさせていただきます。それでは三橋さん、よろしくお願いします。まずはじめにシューズケアの必要性について教えてください。はい、基本的に革製品は死んでしまった動物の素材を生かした製品になりますので、そのまま何もしないでいると劣化してダメになってしまうのを、革に水と油を入れてあげて製品を安定させて長く愛用していただくためになります。長く履き続けるためにはシューズケアが必須ということですね。続いて今回ご紹介いただくシューズケアの所要時間はどれくらいですか？はい、今回は通常だいたい20分から30分かけていただく作業を5分で仕上げるご提案をさせていただきます。たった5分でできるならお手軽ですね。今回必要なアイテムの紹介をお願いします。はい、まず先にホコリを取り用の馬毛のブラシが1点、クリームを塗った後に使うクリームを飛ばす用の豚毛のブラシが1点、クリーナー兼栄養クリームになりますケア用品を1点、あとは塗布用の布になります。布はシューズケア専用のものでないといけませんか？ない場合には自宅で不要になってしまった綿の T シャツですとか、そういったもので代用はできます。ただ、バスタオルですとか雑巾などのちょっと毛が起きているような素材は汚れや毛がつきやすくなってしまいますので、できれば避けていただいた方がよろしいと思います。なるほど、布を代用する場合は T シャツなど繊維が細くて起毛していないものを選ぶのがポイントなんですね。ちなみに今回扱うコロンブスのオールインワンレザーセラムは、汚れを落としながら革に栄養を与え艶出し効果もあるので時短にはもってこいの優れものです。詳しくは概要欄をチェック。それでは5分でできるシューズケア方法を教えてください。はい、では始めていきます。できれば、シューツリーなどを入れていただくのがベストになります。シューケアをするときにちょっとシューレース邪魔になりますので、紐を束ねて奥にしまっていただいた状態で、まず最初にブラッシングから始めます。結構ブラッシングで革靴が傷つくっていう心配をしていらっしゃる方もいらっしゃいますが、馬毛、後ほど使う豚毛、この両方とも絶対に革を傷めるっていう心配はまずありませんので、もう力任せに全然かけていただいても大丈夫です。この小刃って言ってアッパーとソールの間に汚れが溜まりやすい場所になりますので、この部分にこの角が入り込むような形で、この時に一方方向からかき出してあげる形でブラッシングを全体的にかけていきます。あとは履きじわが横に入りますので、履きじわに沿ってブラッシングをかけていただいて、革の表面に残っているホコリを除去していただきます。これがファーストステップです。で、次に指に布を巻きつけていただいて、コーヒー豆1粒分ぐらいの量を布の上に残していただいて、つま先、かかと3箇所にだいたい大まかに乗せていただいた上で、全体的に磨き上げていただきます。この時に無理に力を入れる必要はありませんので、決して擦らないで、あくまでも革の表面で布を滑らせていただくような動作が大切かと思います。全体的にやっていただくことによって、これだけ汚れが除去できました。で、次に、クリームを塗布していただいた後にミシン目、あとは履きじわの部分に、余計なクリームが残ってますと、そこに汚れやホコリが付着しやすい状態になってしまいますので、そういった余分なクリームを豚毛のブラシを使って、除去していただきます。この時にも全体的にブラッシングを、比較的この工程で光沢を出すような勢いで全体的に強くかけていただくと、より光沢も増してまいりますので、傷に心配することなくかけていただいて大丈夫です。
で最後は、また布のきれいな部分を使ってから拭きしていただいて、さらに余分なクリームを除去していただきます。三橋さん、ありがとうございました。今回のケア方法は手間をかけず時短でできる内容でしたが、三橋さん曰く1ヶ月に1回はしっかりとしたケアが必要とのこと。他のケア方法も気になる方はぜひ男前公式 YouTube チャンネルをチェックしてみてください。